ニインチビッカース中迫撃砲とは、第一次世界大戦で、イギリス軍が使用していた中迫撃砲である。スピガットモーター式、すなわち砲弾が砲身よりも大きいタイプの迫撃砲であり、タフィーアップル、またはプラムプディングというあだ名を付けられていた。1915年後半から1917年前半まで使用されていたが、あまり性能が良くなかったため、 ニュートン6インチ迫撃砲に置き換えられた。1918年の春には迫撃砲として使用されなくなった後、余った砲弾は対戦車地雷に転用された。その多くは地雷用の新艦をつけて西部戦線に埋められた。地雷を設置した場所の資料が不十分だったため、戦後も地雷が残ることになり、フランスでは1930年代まで地雷による犠牲者が出ていた。 ナンバー351-38ミディアムトレンチモルタルバッテリーウォー・スタブリッシュメンツゼネラル1916セプテンバー18-1916アペンディックスイーディテールズ・オブ・アミュニションタフィーには射撃が下手くそなリンゴという意味を含んでいるプディングにはイギリス英語で小柄で太った人という意味があるありがとうございます